おはようございます。1月12日午前10時41分、モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日でございますが、ドル円に関しましては、買いたい水準というのが、131円の7060、差し値はしない形で131円の50割れたら1回やめようと思います。利食い132円の1525でイメージをしております。535まで、9時36分に売った後、中値絡みで1回132円近辺まで押し上げた、ドル円ですが、中値が終わってもう1回、売り込みましたけれども、結果的には崩せず、今また86ぐらいまで戻してきております。今日これでもうほとんどもう下はやったかなっていう気がするので、あんまり下売り攻めするつもりはございません。海外勢が今日は読売新聞の、日銀のですね、こちらの方、見直しというか、その話が出て、結果的に、大きく円を買いましたけれども、どちらかというと失敗かなというふうに思います。大規模緩和の副作用の点検へということで、まだ別にそれを大規模緩和をこう要するにやめるということを言ってるわけではなく、あくまでもこれ観測気球をもう一発日銀が出したのかなという方向性としては、確かにこの流れに、4月以降なっていくのかなというふうに思いますけど、今それを材料に今から円を買うというのはちょっと、時期早いかなというそういう気がしております。次です。ユーロドル 1.07 の、4535の買いから 1.0720 でストップ。あと、利食いを 1.07 の8090で、ユーロ円は141円7060買い、141円の45ストップ、142円の1020利食いで、これはユーロドルもユーロ円も指し値はいたしません。本日すべて、これからお話しするポンド円、オージー円、ニュージー円も指し値はしない形といたします。ポンド円、こちらの方は、159円の8575の買いから、159円の602ストップを置いて160円の5060利食い、タイドル 1.213020 の買い、 1.21 ちょうどでストップ、 1.218090 利食い。OG 円、こちらは、90円の8575の買いから、90円の60ストップ、91円の4050利食い、タイドル 0.689080 買い、 0.6860 ストップ、 0.693040 利食い。ニュージー円、83の7060買い、83の40ストップ、84の2030利食い。タイドルは 0.635040 買い、 0.6325 でストップ、 0.6390、 0.64 ちょうどで利食いのイメージを作っております。ちょっとですね、今日は読売新聞のその記事というのが、ちょうど朝8時ぐらいから流れて、新聞ですからもっと早くは出てるんでしょうけど、反応が鈍かったというところですけれども、海外にこの話が流れて、英文で多分流れて、それが、ドル売りにつながったと、もしくはもっと高いところで、ロングを取ってた人間のストップがはまったと、いうところかなと思います。ニューヨークの安値が27近辺なので、25割れ、20割れ、それと、昨日の東京の、夕方で、1416ぐらいなので、15割れ、それと一番の安値が昨日は朝の9時近辺の07でございましたので、132円の、05もしくは132円ちょうどでストップがあったかなというふうに思います。体制が整ってない状況の中で、薄い中で海外勢が売ってきたというところであれば、ストップをつけられてガタガタ崩れたといったところかと思います。途中からそのどんどん売りってったわけですけれども、今日は中値の要するに不足が可能性としては十分にあったので、それを海外勢が分からずに売って、その535まで売ってしまい、結果的に中値近辺にかけて95ぐらいまで持ち上げられたので、約アバウト40銭持ち上げられたという形になりました。中値が終わってもう一回積極的に132円台をちょっと買っていかなかったので、この辺で今揉んでおりますけれども、これを材料に131円の50を潰したいというのが海外勢の願いなのかもしれない。ただ自分としてはあんまり売る気はありません。ただジムをしている最中にどんどん下こう攻められるのも嫌なので、今日は差し値はしないという形にいたしました。もし70拾ったとしても、先ほど80台までねあったので、
なんとか逃げれるチャンスはあるのかなという気はいたしますけど、70の下60台とか全然売るつもりもないしと言って、今日ちょっと132円台を買い上がるのには相当ショートがたまって、ヨーロッパ勢が、上を買わないとダメなんですけど、このニュースが出てるとやっぱり海外勢もあんまり上買わないのかなと。特に海外勢が好きな円金利の上げのネタなので、そこまで買ってこない可能性はあります。したがって、もしロングを取ったとしても早回転した方がいいだろう、そんな風にイメージをしております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。